こんにちは。早稲田大学商学部井上達彦研究室の佐野くるみです。丸山亮介です。私たち井上達彦研究室では、日本におけるビジネスモデル研究と教育の拠点になることを目標に活動し、日々研究や教育プログラムの開発などにも取り組んでいます。そしてこちらのチャンネルでは、東洋経済新報社から出版された井上達彦教授の著書、ゼロから作るビジネスモデルに掲載されている企業事例をはじめとして、さまざまな企業のビジネスモデル分析の解説動画をアップしています。今回は株式会社タイミーという企業のビジネスモデルについて紹介していきたいと思います。では最後までこの動画をご覧いただけますと幸いです。早速内容に入っていきましょう。突然ですが、皆さんはアルバイトをしていますか？もししている方は、そのアルバイトはどのようにして見つけましたか？おそらくタウンワークやバイトルなどの求人サービスを通して申し込んで、履歴書の提出や面接を経て現在のアルバイト先が決定したのではないでしょうか。実際にアルバイト求人サービスにはこのように多くの人々が登録しています。つまりアルバイト求人サービスはすでに大手がたくさん存在していて、新しいサービスを始めるのは難しそうに思えます。しかし、そんな大手が多いアルバイト求人業界の中でも、2018年にサービスを開始したにもかかわらず、順調に利用者数、導入店舗数ともに伸ばしているサービスがあります。それは何というサービスか分かりますか？それがタイミーというサービスなんです。この図のように、タイミーはすぐに人手が欲しいという店舗と、空いた時間に働きたいという利用者をスマホアプリを通してマッチングしているサービスです。ではアルバイト業界にはすでに多くの顧客を獲得している競合がいるのに、なぜタイミーには双方の顧客が集まるのでしょうか。この疑問をビジネスモデル分析を通して考えていきましょう。今回は包括的にビジネスモデルの要素を書き出すことができるビジネスモデルキャンバスというフレームワークを使って、タイミーのビジネスモデルを紐解いていきます。このフレームワークの詳細はゼロから作るビジネスモデルの70ページ、84ページ以降で説明がありますので、そちらをご覧ください。ではまずは、タイミーがどんな課題を抱える顧客をターゲットとしているのか、顧客セグメントの部分から見ていきましょう。タイミーを利用している顧客がどのような課題を抱えているのかを探るために、私たちは利用者と店舗双方に直接インタビューを行いました。まず働く人、利用者のアルバイトに関する課題を尋ねてみると、アルバイトをしたくても長期バイトではなかなかシフトに入れてもらえない、で派遣バイトでは丸1日の仕事が多かったり、前々から予約が必要な仕事がほとんどで、学校やサークルが忙しいから自分の予定に合わせて入れるのが難しいっていう声が聞かれました。さらに給料日が毎月固定なので、お金を使い切ってしまうと遊べなくなってしまうといった悩みを抱えていました。さらに店舗の方にもインタビューをしてみると、明日の人員も足りておらず、このままだと明日は店を閉めざるを得ないという悩みであったり、それを解決しようと求人サービスや派遣サービスで募集しても、その人たちは未経験者なので、かえって教えたりするのが手間になってしまうという声が聞かれました。このような顧客の課題から、顧客セグメントは隙間時間で働きすぐにお金を得たい利用者、そして質の良い人材で直近のシフトの空きを埋めたい店舗であることがわかります。つまりタイミーを利用する顧客は従来とは異なり、アルバイトにおいて迅速さを求めているのです。ではこれらの課題を抱える顧客を解決するために、タイミーはどのような提供価値を実現しているのでしょうか。タイミーは利用者側には急な出費に対応できる、そして自分の予定に合わせてすぐに働けるという価値を、導入店舗にはすぐに人材を確保できる、経験者や質の高い人材を確保できるという価値を提案しています。そしてこれはタイミーの紹介の部分で述べたように、これらの価値は携帯アプリを通じて提供されています。
顧客との関係に関しては単発のように1回きりの関係でありながらも、タイミーを通して何度も同じ店舗で働いたり、最終的にはその店舗で雇われたりすることもあるので、1回きりの関係を何回も行う継続的な関係を築いているということができます。ではもう一度真ん中の価値提案に戻りますが、この価値をどのような制度によって提供することができるでしょうか。タイミーがどんな制度をとっているのか少し考えてみてください。